山吉大二です看護大学と看護専門学校どっちがいいかわからないこれあの高校生の方からすごく質問多いんですけど看護師になりたい場合看護専門学校もあるし看護大学もありますよねそして看護専門学校に行く子も結構多いはずです でそうなったときに、じゃあ看護専門学校と看護大学ってどっちがいいのって分かんなくなっちゃうっていう人、もちろん多いと思います。で、看護師ってなんと東大、京大でもなれるんですね。看護の学科がありますから。じゃあ東大まで行って看護師になるって必要あるのと考えちゃうでしょうし、じゃあ慶応にもあるし。あとは西路科看護大学のような看護の世界の名門。また国公立大学では東大以外で名門は千葉大学看護学部です。なんと。 国立大学初の看護学学学部部日本一伝統と歴史がある医学部も持ってますね公立大学ですといろんなところに県立大学の看護学部っていっぱいありますが実は一番古いのは高知県立大学なんですまあ交通の便の悪い不便な地方だと思うでしょうが看護学部に関しては公立大学で日本一古い伝統校中の伝統校でとても研究教育水準が高いと言われています。さて 専門学校と大学どう違うんだろうというときにもともと実は看護師さんはほとんど専門学校で作ってましたみんな専門学校に行く今でも美容師さんや調理師さんって大学ほとんどありませんねゼロに近いですなののでで看護師さんは専門学校で作るもだところが医療が高度化してきたんですつまり病院の医療の水準が上がってしまって 看護専門学校を2年とか3年だけでやったのでは、とてもとても情報の量が足りない。もっともっと看護を勉強しないと、最先端の医療についていけなくなってきたんです。そこで今では、基本は看護師の要請は大学であるものだというルールになっています。ただし、それだけだと困りますから、もちろん専門学校の人材育成も引き続きやろう。ただし、主力は大学である。なので、 看護大学がどんどん増えたんですね医療というのはチームでやっていますお医者さんだけでは病院回りませんよね看護師さんもいる臨床検査技師さんもいる社会福祉さんもいますこのチームでやっているとどうしても指示を出すリーダーと言われたことをちゃんとやる部下が必要ですねこれはどっちが偉いとかではありませんチーム医療とはそういうものですこういう時に大事なのは看護師さんの中にもリーダーの看護師さんと 言われた指示をきちんとやる看護師さんに分かれていくということですね。もうお気づきですね。リーダーを作ってるのが大学です。なので、病院で看護師のリーダーとして活躍したい人は間違いなく大学に行ってください。リーダーの看護師さんに言われたことをちゃんとやりたい人には専門学校が向いています。でも、医療は高度化しているわけですから、リーダーに言われたことをきちんとやる人も大学を出ていた方が医療の知識は当然多いわけです。 決して専門学校が悪いわけではありませんでも迷ってる人は大学に行ってください以上ですありがとうございましたご視聴ありがとうございましたいいねとチャンネル登録をぜひお願いしますまた l i n ご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します相談や質問も LINE で受け付けています詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください